妖精たちが夏を刺激する、生足魅惑のマーメイド、ベストを出してたわわになったら本物の恋はやれそうかい。はいはい、ということでということでね、はい、ガゲジャレサドンですね、はい、はい、2話目、はい、デカオン会ね、はい、はい、デカオンが人気があれば100万円取れるね、ガゲジャレサドンです、はい、新企画始まってるから、はい、で今回ゲストポエムね、はい、はい、ポエムがゲスト、デカオンのバックアップしてあげて、はい、ゲストの力もすごい大事だから、はい、デカオンの高評価つくようにしっかり支えてあげて、はい、はあ、はい、任せてください、デカさん、はあ、じゃあまずあの基本の姿勢があるんで、はあ、ちょっとこうはだけてもらって、はあ、で肩幅に足開いてもらって、はい、で腰を落としてもらって、落とす、はい、いきますよ、何あの産婦人科の診察っす、最悪じゃねえか、クスコでこう、何クスコでこうこういかないと、何クスコで、おいおいメインチャンネルだぞ、メインチャンネルだぞ、何がクスコだよ、いや何お前開始1分でクスコぶっ込んでるって、お前ふざけんな、いやいや、これが男性リスナーに間違いなく刺さるんですよ、クスコが刺さるんですよ、怖がる、女性リスナーは、いや、こんなあの今回捨てましょう、今回女性リスナーも捨てて男性リスナーに集中していきましょう、クスコで、クスコが刺さりますいや、これとにかくね、はい、とにかく一応今回ね、はい、ゲストであのポイムつけておいたから、はい、一応2人で盛り上げられる、はい、で、今回のガゲジャルサドンですね、ガゲジャルサドンですなんだけど、ちょっと日程的にどうしても俺一人で回らないから、この企画からね、スギちゃんね、はい、ちょっとプロデュースやってもらうから、いや本当にすいません、もう2ヶ月ぐらいやってるから大丈夫、いやいやいや2ヶ月前から本当に2ヶ月前からいろいろ教えてるんですけど、今の私のメインは本当に重いです本当に重いです、演者さんにも迷惑かかってしまいます、いいいいです、サムちゃんです、サムちゃんです、いろいろねできるようになるからやってやん、あの風景ですら、いやもう本当に何で今は、今は本当に やってる間に成長するから、俺あなたとは違うんですよ本当にやってる間に成長するから大丈夫です、いやてかもう俺って大丈夫よ本当に、スギちゃん一緒に頑張りましょうよ、ほらいや演者からはなぜか好かれてるから大丈夫リスナーから嫌われてるけど演者から好かれてるから大丈夫とにかくね、はい、とにかくつけとくからやりましょう、スギちゃん頑張りましょうよ、スギちゃん、あのいつものやつやってください、テンション上げていきましょう、何いつものあのキャバクラでいつもやめろやめろ、プライベートあれでちょっと一回上げていきましょう、プライベート、いやスギちゃんはキャバクラで大熱唱いつもしてるあれで大熱唱してそうでキャバクラで大熱唱してるところの姿を見せれば疲れるかもしんないから、ね、熱唱するやるから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 頑張りましょう、エンジョイ音楽が鳴り続け、エンジョイ届けたい胸のこと、心躍るアンコールを貸す、さあさあさあ Let's go ゴール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 ということってなんだよ、なんだよ、ふざけんな、頑張りましょう、あの、はい、あの、こ、ま、開いてみて、で、少し落とし、あ、じゃ、いきますね、ねえねえふざけんな、ふざけんな、マジで、あ、クスコですお前、今日、クスコでゴリ押しするつもりだろ、お前お前、ふざけんな、マジでメインチャンネルの新しい新企画の2話目でね、お前、クスコでゴリ押しどうにかしようとしてんだろ、お前あの、うん、スーパーラッキーも取られちゃったじゃないですか、ああカルスさんに、ああなんで、これからは行きますよクスコおいおい、なんですよクスコこれでふざけんな、 YouTube 舐めんな、マジで YouTube 舐めんな、まあいいや、とにかくね、はい、とにかく一応新企画の2話目だから、はい、デカオン回ね、はい、デカオンマジで100万かかってるから、はい、頑張って、頑張りますスイちゃん頑張ってね、いや、うん、頑張って、頑張って、頑張って、なになになにお声を置けばいいの、はい、はい、はい、ということで、もう本当やるからには俺も全力頑張るから、はい、今日デカオン回ね、はい、今日俺とポエムで、はい、あの全力でバックアップさせてもらうから、はい、デカオン企画考えてきてる、考えてます、今日は、パチンコを打とうと思ってるんですけど、うん、リザルトで一撃2万5000発目指して、まあ、それ出るまでずっと打っていこうかなっていう感じです、一撃リザルトで2万5000発ね、いいじゃん、いいじゃんね、めちゃくちゃいいっすね、いいですか、めっちゃいいと思います、でもそれじゃあちょっと弱い気がするから、もっとド派手にいこう、今日はリスナーさんも周りのリスナーさんも楽しんでもらいたいじゃん、もう巻き込んで、もうみんな巻き込んで、レバーの支援隊どんどん巻き込んで3発リザルトで2万5000発出そう、どう、それぐらいド派手にいこう、みんなでワイワイやるなら3発、うん、
もうとにかく本当手が頑張ってくれ。頑張りましょう。頑張りましょう。もう3人で絆。今日はもう絆。3人で盛り上げて手がを救う。頑張りましょう。そして俺のことも救ってくれ。このままじゃ本当にまずいから。このままじゃ俺も適応障害みたいになっちゃうから。マジで本当に頑張る3人で。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。おお。頑張りましょう。おお。クスコ。デカオさんも。デカオさん。おお。いやもう全力でマジで頑張ろう。はい、じゃあね、はい、コンコルド喫茶店着いたから、はい、リスナーさんの並びのチェック行こう、はい、ここ朝一めちゃめちゃ重要なポイントになってくるから、はい、ね、でここに来てくれてるリスナーさんたちはもう本物だから本当に大切にしていこう、はい、まずは感謝伝えて、はい、よし行こう、もう確認していこう、はい、皆さんここ来てくれてるんだから、はい、ちょっと並びの緊張するだろ、緊張する、緊張する、いっぱいいるかな、はい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 、おデカオン、何すごいじゃないですか、デカオンさん、こんにちの気持ちを、こんなに来てる、ほら、紫、紫、紫、めちゃめちゃ来てる、ちょっと待って、おおおおおおお、入場しましょう、頑張りましょう、おはようございます、お願いします、あ、全然取れた、じゃあこのユニコーンで一撃2万5千発画面でね、出るまで頑張ります、頑張ろう、いきますよクスコ。私のためにこうやって T シャツも着て、そして朝から並んでくれて本当にありがとうございます。精一杯楽しんで入ってもらいたいなと思うので、皆さん楽しんで帰りましょう。皆さんがいてこそこの企画が成り立ちました、本当にありがとうございます。ありがとうございました。今日デカオンはリザルトで2万5000発目指してます。そしてここからさらに屈強な戦士たちを集いたいと思います。我こそはデカオン親衛隊だという方、挙手してもらえませんでしょうか。ポエム、はい、デカオンのために命をかけれる方こっち来てください、僕のところに来てください、命をかけれる方ぜひぜひ、我こそはという方、おおやれとかやります、他には、他にはおはようございます。いや皆さんお集まりいただいてありがとうございます。もうここにいる人たちはデカオンの親衛隊中の親衛隊で、もう屈強な選手の方たちだから、本当にデカオンを救ってあげたいと思ってます。そのためにはもう皆さんの力が必要不可欠になってきます。ポイム。はい。皆さん気合入ってますか。気合入ってますか。デカオンと。セックスしたいですか、どうしたんですか、番号1、2、3、4、5、6、8、9、よしどうですか、デカオンとデカオンのこと好きですか、大好きです、よしナンバー2はデカオンのこと好きか、好きだ、よしナンバー3は好きです、よしナンバー4は多分好きです、よしナンバーファイブは愛してます、よし見込みが、ナンバーシックスは心臓を捧げます、よしナンバーセブンは大好きです、よしよしナンバーエイトは大好きです、ナンバーナインは絶対痛く、それ気合入ってますか、はい、デカオンを勝たせるのは俺たちだっていう気持ちありますか、ありがとうございます、デカオンを勝たせるのは俺たちだよ、もう一回、デカオンを勝たせるのは俺たちだ、この流れで渾身のツイートもいっちゃいましょうよ、渾身のツイートいこう、いけるな、デカオン、いける、お前がリーダーだから、3、2、1、
今日朝から、ね、たくさんの方が並んでいただいて、その中でも親衛隊の皆さんが私のためにいろいろ協力してくださって本当にありがとうございます。2枚目、3枚目。ナンバー1番さん、お、ちょっと調子良さそうですね。あ、もうデカオン優勝させますんで、はい、頑張りましょう。せっかくなんで記念写真撮りましょう。撮りましょう、記念写真。でもデカオンってポーズないんですよ、なんもないんで、ちょっと僕が考えたのがあるんですけど、いいね、ここね、まず肩幅に足開くんですか。で、開いてもらって、できました。開いたら、こうっす、こう腰落として、こっち側にまた、で、まあ、こう。これね、クスコって言うんですよ。クスコって言うんですよ。これ、今後全部これやるんだよ。嫌だよ、嫌だよ、やるわけないでしょ。せーの、私の持ちネタじゃないから。はい、はい、でかん、せーの、クッソいいじゃん。その調子、その調子。新規の方も加わって、はい、1番と9番が死んだ。はい、皆さん今デカオンの状況が非常にまずいです。この今の18時回ろうとしているこの段階で初当たりが1回でも取れ高がほぼないです。このままいけばクソガエです。こっから一言言わせてください。本当に今日はこの動画にご協力いただいて本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、一緒に頑張りましょう。皆さん、一緒に本当にありがとうございます。まだまだ時間あります。まだまだできる、まだできる。本当にありがとうございます。デカオン大好き。本当にありがとうございます。デカオンがああいう状況だったら、僕たち親衛隊でデカオンを支えていきましょう。支えていきましょう。おー、まだいきます。皆さん、デカオンに、デカオンに心臓を捧げましょう。デカオンに心臓を捧げる。デカオンに心臓を捧げる。その調子、その調子。親衛隊のみんなに元気をもらって、そして親衛隊のみんなは諦めてないのに、私が諦めるわけにはいかないから、まだユニコーンをやめて、まだ可能性のある北斗無双に移動してきました。6枚目いきます。頑張れ、デカオン。頑張ります、頑張ります。
終了。愛を取り戻せず。いやもう難しいよ。え、キリンドラ？行きますよ。クスコ。東京都在住デカオンです。職業はパチスロユーチューバーです。まあ少し緊張してます。ちょっと、まあ、興味があったというか、まあ、減るもんじゃないし人生一度きりだし、まあ、お金も欲しかったんで出演しようかなって思いました。はい、います。いや、言えないですよ。いや、そうですか。いや、18人くらいなんで知ってるんですか。あー、ちょっとあんまり素顔を見せたくないというか、まあ、恥ずかしいのでちょっと撮りたくはないですね。今ですか。可愛くないですよ。撮ってもなんか可愛くないとか言わないでくださいね。ババアがいいかよ。ラストスパートです。今日皆さんね、朝から来てくれた方、最後まで残ってくれた方も、そうじゃない方もみんな本当に私のこと応援してくれてありがとうございました。心から感謝しています。本当に嬉しいです。なのでその皆さんが頑張れっていうその気持ちを背負って、最後このガロで最後まで諦めずに2万5000発を目指そうと思います。最後まで頑張ります。新鋭隊が満杯出してる。デカオンは僕のものですよ。クスコぶち込みます。クスコ。夜遅くまで残っていただいてありがとうございました。あなたたちのおかげで私もこの時間まで頑張って粘って最後まで頑張ることができました。本当にあなたたちは私の宝物です。本当に今日はありがとうございました。お前幸せ者だな。めっちゃ幸せです。本当に改めて感じました、ね、本当に皆さんありがとうございました。ただ本日は残念ながらデカオンの掲げた目標は達成することができませんでした。皆さんと最後まで頑張って戦ったので、ぜひ高評価よろしくお願いします。お願いします。まあまあ
まあね、すみません、もう終わったことなんで、あんまりしすぎずに明るくしましょうね。あの、趣味なんですけど、2月の26日と27日はフーケトラベルで剣王さんの城行きますんで、僕と孫さんで剣王さんの城行きますんで、で、トラベルのチケットは次回の屋台から売りますんで、皆さん、ぜひよろしくお願いします。皆さん、あ、よろしくお願いします、本当に。まあじゃあ、まあ、明るく行きましょう。最後、みんなで、あの、せーの、行きますよ、クスコで行きましょう。いいですか。行きますよ。行きますよ。せーの、クスコ。帰りましょう、すぎちゃん。帰りましょう。幸せになれる。いじるなよお前、大崎一番罰を。え、大崎一番罰をいじるな。いや、マンパート2ですよ。え、マンパート2、うん、怒られるからマジで。早起き、大崎一番パスさんはこんなことじゃ怒んないんですから。大崎一番パス言ってんじゃん。いつだろ、マンパート2。大崎一番パス怒るだろお前。怒んないです。大ちゃん、やめて。もう大崎一番パス知ってんの？いや、全然知らないです。知らない。巻き込まんとってんの。いやいや、陽介、陽介、そんなね、大崎一番パスさんにビビってたらね、高評価つかないから。こんな動画にね、ビビってるやつの動画なんかに高評価絶対つかないから。おい、ショート、かましてやれ、かましてやれ。俺全然ビビっとらんからな。銀が。何やしょだ。マンパーツ。おい。いや、一回も絡んだことねえから。全くないです。ガチで一回も絡んだことねえからやめて、マジで。ハヤピー。え？あれ、じゃあ僕ね、あのね、電車ね、席ね、もし前の席空いてたらね、足乗っけますよ。僕。なんで空いてるんだ。空いてたら、それは足乗っけますよ、電車の席に。そう、大崎一番パスがいい。いや、マンパート2です。炎上したやつじゃねえか、大崎一番パスが。マンパート2です。何？マンパート 2？ 大崎一番パスさんのこと、一言も言って。あのね、怒られる。ハヤピー、大崎一番パスさんは、エンタメ分かってるんで、こんなことじゃ思んないですから。お前は何、電車で履いてたら足乗っけんの？乗っけない、僕は。乗っけへんから。大好きよ。乗っけますよ。乗っける？ね、もう全然乗っけるで。乗っけたらあかんねん。だって開いてるんだもん。普通乗っけたらあかんねん。あれ、あかんねん。もういいんだよ、とにかく。とにかくね、ふざけんなマジで。はい、新企画の告知だから。そうっす。 CD じゃないんだ。新企画の告知だよ。 CD じゃないよ。 CD じゃねえよ。 CD じゃねえよ。暴れんな、暴れんな、マジで。早朝から今何時だと思ってんだよ。今朝なんだよ、まだ。あの、僕、マンパート2のことばっか考えてて、昨日一睡もできてないんですよ。あの、寝れなくて朝まで仕事してました。おい、お前の夜勤を待つためにこの早朝に集合してんだよ。お前の夜勤明けだから朝一に集合してんだよ。ふざけんな。とにかくね、はい、新企画の告知だから、一回座って、これ座って、はい。で、今からね、はい、ガケツアレサドンですね。はい、はい、100万円のかかった、人気があれば100万円を取れる新企画。はい、これ始まるから。はい、で、今週末ね、はい、お前ら3人、偶然ね、DXP なんだけど、うん、お前ら3人の大事な収録あるから、それの告知、大好き全員が100万円だったからね。はい。うん。だから今、後悔はいいんじゃないの？え？なんかそういう空気？なんか嫌な感じ、なんかすごく。いや、大丈夫。え、待って、OP、もう、何？一回100万取ったらダメ？やだねー。やだねー。もう取っちゃってるから、大輔。もうリスナーさんもみんな思ってるよ。お前も一回100万取ってるから、もういいんじゃねえのって。トーナメントはトーナメントじゃないですか。今回は今回ですよ。もう100万取っちゃった。前回はお金持ちになっちゃったから。前回はちょっとだけ運が良かったの取れたんですよね。今回は今回でね、もう完全に人気勝負じゃないですか。なんかでも今回もう臨床操作ですか、それ。なんかやだねー。なんかもう取らせないみたいな空気。ねえ、どういうの。大ちゃん、もういい。イライライラ。100万もう一回もらってるやん。200万なので。あかん、そんなもらったら。陽介やだね、これ。見ました、リスナーさん、こういうの。
こう嫌だね、飛ばさない気低評価ね、低評価ですね、もうこれね、ビビってるし、マンパート2ビビってるから、もう低評価やだ、本当にやめてよ、チキン野郎、チキン野郎ですよ、普通やね、普通チキン、本当にもうチキン営業マン、腸骨営業マン、いや、腸骨もう、下げとけよ、もう、ほんとね、ほんと腸骨チンコ出し営業マン、違う、バカ、チンコ出さんこないわほんまにで、キングはどう？いや、でも僕も100万欲しいんで、うん、前負けたんで、ちょっと今回はやめてもらった方が辞退すればいいじゃん、大好き、うん、何何やだねー、ほんとにこのなんか、この空気、DXP の中でもなんか、俺を負けさせようとしてますよ、みんなでほんとに、こんなに髪伸びてるのにもっと伸ばすのに、これから企画残っていけば、もっと伸ばすのに早く坊主にしろや、ほんとに、もっと伸ばすのに、スキンヘッドにしろや、俺ね、万発にビビってないのになんか負けさせようと、超ビビってるのに超チキン超チキン、やめてよ、もう万発にビビってんじゃねえよ、お前超チキン、ビビるわ、もう普通に怖いって、たぶんよし、ほんと高評価つかないから、ビビったら万発にビビったら、万発にビビったら高評価つかないから初めて聞いた、そんなことまあいや、とにかくね、はい、とにかくそれぞれね、大事な案件あると思うから、はい、はい、自分のマニフェストというかね、もう自分の来店の告知、はい、じゃあ順番に金額からしてていいよ、はい、はい、僕ですが、29日に反社店長のいる梅津のお店に行かしてもらうんですけど、内田さんと一緒に行くんですけど、まず僕と内田さんがもうここ最後ということで全勝します、全勝します、いいね、で、今まで僕イメージつけてきましたよね、ギルティークラウンとか、このやつ奇襲したんすんな、お前、違う奇襲したんすんな、お前、違う違う違う、いいな、でも、たまたまなんですよ、梅津あるんですよ、おい、お前奇襲したんすんな、お前、あるんですよ、ある、でも、毎回本当にギルティークラウン取れなくて、抽選で1番引いても、あそこって、その、セブンコンパスで1から6だけ抽選してて、その人に毎回取られるんですよ、毎回毎回取られて、なので僕、本当に今回、演者の人生かかってると思ってて、本気なんですよ、セブンコンパス、月額登録したんですよ、月額登録したら、一口の役が二口になったんですよ、すげえ、そうなんですよ、そうなんですよ、大事な実践だから、大事な実践で、僕、課金したの、課金しました、課金して、僕、本当にギルティークラウン、皆さん、一緒に取りましょう、ギルティークラウン、ギルティークラウンって言ってんじゃねえよ、お前、皆さんで抽選勝負しましょう、これしてないわけじゃないんで、これしてないわけじゃないんで、で、高評価をしっかりつける、店番も作るんで、最後なんてギルティークラウン打てるんだ、適当なことを言うなよ、違います、いや、本当にもう、激アツですから、オフ金紙も激アツなんで、皆さん、本当に反射店長と金紙は最強ですから、本当に皆さん、お待ちします、オレンジ T シャツでお待ちしてます、お願いします、オレンジ T シャツもね、はい、来てしまって、はい、じゃあ次大好きね、はい、1月30日日曜日、キング666セノパークツテン様で、大好きの高橋大輔括弧の激アツイベント開催します。なんとこの日は裏ロムで7月に、いやいやいや、もう本当にそんなこと言うな、セノパークね、わかります、セノパーク、セノパークその前に何かついてるかわかります、666ですよ、いやもう大数大数やね、キング666ですよ、わかりますよね、皆さん、はい、基盤からいっちゃうの、基盤からいっちゃいます、ガッツ、いや本当に知らね、知らね、ちょちょ、あともう一つ、この日がなんで激アツか、ナギバが来るんですよ、ナギバ、あのブロガーのナギバが来るんですよ、ナギバとあとポイも来ます、で、この日ですよ、あの、本当に、あの、来てくれた方だけにナギバがとんでもないことになります、なに？ナギバが何？ナギバがとんでもないことになります、はい、おナギバに何も言ってねえだろ、言ってないです、はい、あの、企画が考えるの全部僕なんで、はい、あの、本当、来てくれた方だけにナギバのとんでもない姿をお見せします、はい、じゃあ、仮、ちょっと触りだけ言うと、もしですよ、ね、六角、ね、二次トロフィーとか出たら教えてください、あの、その方にナギバのチンコ見せます、チンチンばっかりやん、もうチンチンばっかりやん、まあね、これは触りなんで、もっと
そんなことないです。本当に苗木場がとんでもないことになりますんで、この日は見に来た方がいいの？絶対来た方がいいです。はい、もうこんなこと言う、僕ほんとめったにこんなこと言わないんで。確かに、はい、もうなんならポエムもとんでもないことになります。はい、お前の企画です。はい、あの二人がとんでもないことになりますんで、絶対来た方がいいです。はい、でその時はぜひね、あの大輔 T シャツを着てもらって、皆さんで、はい、あの僕あのジムロ岩田みたいなのを目指してるんで。ジムロ岩田、わかんねえから。お前静岡県民、ジムロ岩田で静岡県民しか分かんねえから。みんななんかあのリスナーさんって言ってるんですけど、僕はあのサポーター、みんなサポーターとしてみんなで、ね、写真撮りたいんで、はい、はい、なのでその日はぜひ皆さんお集まりください。いきますよ。激アツ。ね、激アツです。1月30日日曜日、キング666ウラロム、セノパーク出演様。適当なこと言うな。セノパーク出演様、絶対来てください。お待ちします。よろしくお願いします。おー、これ熱いですね。こんな言うことないんで、僕は。確かにこんな言うことない。じゃあ、もっちは、はい、あ、そうそうそう、はい、1月30日、日曜日、大ちゃんの同日時。でも大ちゃんは愛知の方なんですか。三重の方か。で、僕は関東の方なんですよね。だから全然ね、これリスナーが違うんですよね。で、うちの方ではね、すごいイベント開催しますよ、これ。何？虫キング。何？虫キング。虫キング、うん、2022、うん、虫キング、2022。そう、これね、どれだけ虫を集めれるかなんですよ。もう集めるわけじゃないんですよ。集めるわけじゃない、虫を、うん、そのまで食べるんですよ、僕。誰も見たくねえ。そう、誰も見たくねえ。いっぱい持っていくわ、調理器具。誰得なんだ。フライパン持っていくし、あのいい、ね、くるるるってミキサーを持っていくし、プロテインを持っていくし、みんな持っていって、そのまま持ってきてくれた。海パン野郎がおんねん、うちのサポーターに海パン野郎がある。あの、杉ちゃんもおるやろ。みんなで食べるの。みんなで食べる、美味しそうに。地獄絵図をお届けしたい、僕は。あとね、僕が行くところね、栃木県の佐野、あ、田沼さん、田沼水曜日イベントやってねんだよ。適当なこと言うなよ。ずっといっぱい出るで、虹トロ出るで。前日のデータをしっかり見てやな。次の日同じ台座るんだよ。6や。まあ、前日こうなんだよ。直接的なんだよ。前日こうなんだよ。今日表現が虹トロ出るで。直接的なこと言うなよ、お前。営業だろ、お前。この T シャツね。え、この T シャツ。あ、そう、営業ちゃうで。え、もう営業ちゃうで。何？営業ついてる。1月30日はちゃうで。え？ゴリゴリの演者やで。ゴリゴリの演者で行くからな。この T シャツ着てよ。この T シャツ。激アツなの？激アツだから。この T シャツ着てくれた人には無視しちゃダメよ。洋介、それはちょっとありました。虫食って高評価取ろうとしてるのやばいから。虫食ってゴリゴリの演者じゃん。ゴリゴリの汚れだよ、汚れ。演者生命かかってんねんから。演者生命かかってんねんから、そんな美味しい食堂やめられへんで。ほんまに。だからもうとりあえず見たけ、よろしく。こんなの珍しいね。俺も来い。関東のお近くのリスナーさんはね、こっち来てね、こっちで、愛知はもうこっちで、嬉しい、こっち本当に、うん、愛ちゃんからその言葉出るの嬉しいな。で前の日はね、翔太のとこ見たっつって、お願いします。ね、DX に盛り上げる。全員で、はい、うわ、この絆絶対に3人で、はい、1回戦を突破しよう。はい、うん、行こうね、はい、絶対突破しよう、はい、3人で、うん、ね、絶対行こう、うん、3人で。いいっすか、ボビー。え、何？3人とももし生き残れたら出してくださいよ、マンパート2。セカンドシングルね、もちろん。ああ、いいよ、そんなの。もしかしてね、洋介、おぴーね、大崎1万発線にビビってる。チキン。何がチキンだよ、てめえ。チキンだ。いちいちね、いちいち戦おうとすんだよ、マジで。勝てねえんだから戦おうとすんだ、お前。ビビってる。大御所と戦おうとすんだ、お前。いや、なんでお前大御所と戦おうとすんの。戦おうとしてないです。うん、じゃあね、で、新幹線のね、席空いてたらね、前ね、それは足置くよ。おい、だから、こうなってたら、こう。いや、でもっすよ、でもっすよ、新人類はちゃんとっすよ、ちゃんと靴脱いでこう。おい、いいんだよ、そんな話は。何言ってんの、何が新人類だよ。とにかく
くもやめてくれやめてくれ何にも何にも別にな、ね、なんか変なこと言ってる。何が新人類だよ。新人類の話。新人類、まあ、とにかく3人とも生き残るように。はい、頑張ります、はいはい、絶対出してくださいね。頑張ります。絶対出してくださいね。まあ、あの2、ね、コメカミにピアス、あああああ、コメカミにピアス、あああああ、コメカミにピアス、もう行くよ、あ、行くよ、コメカミにピアス、あああああ、コメカミにピアス、あああああ、コメカミにピアス、なんだよこれ。アンコール、バカじゃねえの、おい、アンコール、コメカミにピアス、コメカミにピアス、コメカミにピアス、なに、ハハ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 ハ